ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介するお車がフェラーリポルトフィーノ2020年式5000キロこちらの車両になります。いいのが入ってきましたね。そうですね、これはもう本来ねちょっと今日違う車を撮ろうかなと思ったんですけどちょっといいのが入ってきたので急遽こちらに切り替えてご紹介いたします。でまずポルトフィーノの概要からなんですけれども、はい、まあ、言わずと知れたカリフォルニアシリーズの後継に当たる車、はい、で2018年から発売しててこれ発表自体は2017年、でなんかこれフェラーリ70周年の式典中に発表されたらしいですね。あ、そうなんですね。らしいですよ。だから結構記念すべきタイミングで出てきた車ということで、はいはい、で2020年にこれの後期型ポルトフィーノ M に切り替わりまして2023年に終了してるんですね。はい、終了です。なんとなくもう注文できないんだろうなっていうのは分かってたんですけど、はい、去年の時点でもう注文できなかったんですね。しかも去年の早々に。あ、そんな早かったんですか。みたいですよ。あ、そうなの。去年のもう前半にもう終了っていうことみたいです、はい、でこの後ローマスパイダーに、まあ、バトンタッチっていう風に後継でって書いてあったんですけど、はい、無理があるかなって。あ、そういうね、スタイリングも全然違うじゃないですか、はいはい、ソフトトップになるじゃないですか、はいはい、なんでここって結構一つの区切りなのかなっていう、ちょっと時代が変わった感じですよね、うんうん。まあ、カリフォルニアからの後継ですよポルトフィーノっていうのはなんとなく意味わかります、うんうん、ローマってなってくると、はい、またちょっと別の車なのかなと。ですね、はい、でもう新車で買えないってなったら、うん、もう気になってたら買うしかないじゃないですか。そうですね、はい、でしかも今回かなりいろいろ装備というか、はい、ちょっとねまたいつもと違う装備がついたりねしますしね、というわけでその辺を具体的にご紹介します。で、はい、あのざっくりなんですけど相場感、はい、あのこの新車が2530万円、はい、言ってもフェラーリそのまま素で乗り出す方はほとんどいらっしゃらないと思うんで、まあオプションつけていくと思うんですけれども、まあ新車価格は2530万円、はい、で今中古相場見たんですけど、あの大体50台ぐらい出品されてて、本当に安いものだと2600万円ぐらいから、はいはい、で一番高いものだとまあ3000万円ぐらい、はい、後期の M になるとポルトフィーノの一番高いのと M の一番安いのがちょっと被るぐらいの、そんな感じの価格感ですよね。そうですね、価格感。でもそれって去年からねあんまり変わってないんです。あ、そうなんすか。そうですね、はい、だから一回そのポルトフィーノってバーって値段がガーって上がったんですよ去年で、バーって下がったんですよ。で、安いなって、ポルトフィーノやばいんじゃないのってなったんですけど、はい、今やっぱり振り返ってみるとそこからまた上がってはないんですけど止まってるような感じ、ね、安定してる感じなんですか。安定してるのか、まあ、でも動いてないってことなんですね。ポルトフィーノ結構人気あるので、はいはい、うん、だから安定してるのかもしれないですね。なるほど、はい、あともう一つ気になる点としては、うん、キャラクター上だと思うんですけど、うん、距離飛んでる個体が多い。あれ、ね、乗りやすいんですよ。ですよね、めちゃくちゃ乗りやすい。スポーツなスタイリングのシリーズだと、うんうん、もう1万キロって言ったら、はい、結構乗ってるなっていう風に見られる空気あるじゃないですか、はいはい、まあまあスポーツからねだったらね。ですよね、はい、なんですけどポルトフィーノだと普通に2万キロ台が、うん、なんか中古相場でもゴロゴロしてる。そうですね、別に珍しくない、うん、だそれはやっぱり乗れるからってことなんですかね。乗れるし、まあ故障も少ないのかもしれないですね、そういった部分でも。はい、なるほど、はい、まあ、そういったところもあるのかなと、うん、そしてまず具体的にエクステリアからの方を見ていきたいんですけども、これサイズからいいですか、はい、全長4586、全幅の方が1938で、全高の方が1318ということで、これ借りていいとほとんど変わらない感じですね、はい、本当にちょっとずつこう幅と長さが変わってるんですけど、サイズ感に関してもほぼ変わらないので、はい、結構乗り換えた方も多いんじゃないかなっていう。多いですね、はいはい、でこれまずデザインなんですけども、このポルトフィーノからフェラーリのデザインチームが担当してるみたいですね。そうなんです。その前まではカリフォルニアまではピニンファリーナがデザイン担当してたんですよ、うん、だから458と488の違いみたいな、ということで、はいはい、フェラーリ内部のデザインチームがデザインしてるということで、デザインかなりこう変わりましたよね。変わりましたね、カリフォルニアから。そして今回のこのカラーがブルーツールドフランスという、はい、イタリア車なのにツールドフランスという名前の、うん、はい、でもこれ色いいっすね。いい色です、これは、はい、絶妙な紺までいかないブルー。そして今回なんとそれがツートン。ツートンですね。そんなに多くないですね。多くないですね。でも意外にツートンってオープンカー人気なんですよね。カリフォルニアチームもその時もそうですけど、はい、やっぱり屋根がこう別に見える。見える、まあ、ちょっと今回ねブルーと黒なんでちょっとこうパッと見わからないですけど、まあ、そこがまたいいポイントでもありますね。で今回屋根今開けてるんで分かりづらいですけど、はい、ツートンになるとここのこのピラーの色も変わるんですよ ね、 そうですね、はい、結構こう見た目の違いもかなりあるのかなと、はい、だとツートンでこの上が黒くなると低く見えません、はい、なんとなく。確かにね、明るい色がこう下に持ってくんで、うんうん、なんとなく全体的にこう低いイメージで見えるのかなっていう、うんうん、だそこも結構エクステリアのこう、はい、
違いなんで、うん、まあ、選ばれる時重要じゃないかなと、はい、あとはですね、車のキャラクター的にそんなにめちゃくちゃ走りの車じゃないじゃないですか、はい、でもってとこですよね。そうなんです、そうなんです、はい、でこれあのフェラーリのホームページの PV 小島さん見ました、この新車の時のです。今もまだ残ってるんですけど、多分見てると思うけどな。なんかもう車のイメージをめちゃくちゃ物語ってるんですよ、うん、はい、クラシックとまではいかないですけど、うんうん、すごい優雅でこう壮大なこう BGM の中、うん、はいはい、こうあんまり飛ばすことなくブーンって走っていくみたいな PV なんですよ、うん、はい、で時々なんかホイールスピンしたりとか、うんうん、こうケツが出たりとかしてるんですけど、まあ、全体的にはもうそんなイメージなんですけれども、うん、まあ、やっぱりフェラーリですから空力なんかもかなり考えられて、まあ、この辺に大型のダクトがついてたりとか、あとはこのヘッドライトの脇なんかもこれ、うん、ちゃんとエアの通り道になってるんですね、はい、だこれパッと見じゃ分かんないですよね、ここが抜けてるのっていうのは、うん、パッと見分かんないですね。でこれがホイールハウスまで抜けてて、さらにホイールハウスの脇からはスリット入って、そこからエアが抜けるような計算になってると、はい、というわけでかなりカリフォルニアからも空力がアップしてるそうです、うん、で具体的に CDH でいうと、-6% ぐらい空力も改善してるそうです。だってこのスタイルでさ、はい、600馬力ですよ。スポーツじゃない、スポーツじゃないそんな優雅じゃないですよ、はい、本当は優雅じゃないですよ全然。ただその PV でもいろいろシーン出てきましたけど、うん、なんか荷物積むシーンがあったりとか、うん、あのお子さん後ろに乗せて4人でドライブするシーンがあったりとか、うんうんうん、なんかそういうなんかマルチに使えますよっていうのを多分 PR してたと思うんですよ ね、 そうですね。だからさっきの話じゃないですけど、ローマだと4人乗れないじゃないですか。あれローマって後ろの席ついてないでしたっけ。ついてるけど乗れない、狭くて。でもこれも乗れない。いやいや、これ子供だったらね多分いけると思う。あ、本当ですか。いけます、いけます、はい、で今回の車はこちらグリル、あ、はい、これオプションなんですか。オプションです。結構これも黒派とクローム派分かれますよね。いらっしゃいますね、はい、在庫こうバーって見てても本当にバラバラ、うん、でらしいのはまあこっちかな、うん、だからボディと合わせてっていうところで選ばれてるかもしれないですね。なるほど、なるほど、はい、というわけで今回はこちらのクロームのグリルのフィンになってる。あと一応ここもねカメラついてるんですけど、これ一応サラウンドビューのオプションもついてるので、はい、オプションですね、はいはい、この辺なんかもしっかりついてる、はい、そして横に回っていくとホイールの方が20インチの単造ホイール、ダイヤモンドカットですよね、はい、そして横がこのガンメタのバイカラーのこちらのホイール、はい、タイヤの方は2453520、これタイヤは新車装着のタイヤですか、うん、ですね、19年、はいはい、少しコンパウンドは硬くなってるかな、うん、この辺も言っていただければ。何ですか、言っていただければどうするの。いや交換しましょう、はい、タイヤホイールごと。ああ、うちでね。まあでもまだまだ全然溝ありますもんね、はいはい、そして奥に見えるキャリパーの方は今回は赤いキャリパーになってると、はい、やれなんか優雅だとか使い勝手がいいとか言ってるのに、しっかりブレーキはカーボンセラミックと。そうですね。そしてその奥サスペンションの方は、はい、これ毎回恒例ですけど磁性流体のダンパー、うん、はい、でなんか仮手より硬、うん、くなってるらしいですよ。乗り心地なのか固められてるって書いてある。あ、固められてる、はい、剛性が良くなってる。分からないです。すごい抽象的な表現だったので分からないですけど、もしかしたら、はい、うん、バネレートは上がってるかもしれないです。ただなんかその制御の方はプログラムをかなり見直して、うん、あの乗り心地は良くなってるって書いてありました、はいはいはい、そしてあとはもう一個突っ込んでいいですか、はい、車高高すぎません。これノーマルサスペンションですよね。ノーマルです、はい、リフター上がってないですよね。リフター上がってないです。リフターないもんね。これちょっと車高高すぎますよね。そうだからポルトフィーノってだからそのキャラクター的にやっぱりその乗る方も幅広いじゃないですか、はい、例えば奥様乗られたりする場合もあったりするので、いじってる方いじってない方って結構ノーマルが多かったりしますで、結構腹下が車高落とすと腹がすりやすいんですよ。すごい短いんで、駐車場問題で下げるときっていうのはもう本当に家族会議が必要ですまあ確かに車高下げると使い勝手にも影響出ますからね。そうそう、だから逆に乗りやすいからがためにちょっとその問題があるから。でも車高何で落とします。バネ交換じゃないですか。バネ交換ですよね。ですよね。多分伸びていくとかから出てると思うんで、まあ交換するのがいいのかなっていう、はい、ちょっと車高は高すぎる気がします、うん。でこれまたずるいのはホームページとかはしっかり車高端になってるんですよ。なってですね、はい、広報の写真とか、はいはい、なのでこれはまあ半分ぐらいもう下げてんなまでいかなくていいですけど、うん、さっきも言いましたけど、うん、あのうちの大阪店の某店長が言ってましたけど、はいはいはい、僕らは改造してるんじゃないんです元に戻してるんですっていう、はい、だいたいショーとか PV とかも車高低いですからね。低いからね、はい、なんでこの辺の絶妙な微調整も、うん、まあ、スペーサー入れて少しローダウンぐらいはいいかもしれない。スペーサーは入れたいですね、落としたら、はいはい、だそれぐらいだったら全然純正ホイールでも成り立つじゃないですか、うんうん、はい、見れるじゃないですか、うん、というわけでその辺のご相談もぜひお待ちしております、はい、 そうですね、はい、そして先ほど触れたこのフィン、これなんか名前ついてるんですよね。エアエクストラクションフィン、
あ、そうなんだ。はい、それは気流抽出フィンっていうらしいですよ。結局タイヤホイール、はい、ホイールハウスの中でこう乱れた空気をそこから抜くようになってるらしいです、うん、そして横のデザイン、これいろんなのを見たんですけど、はい、なんか横のデザインもめちゃくちゃ考えられてて、うん、キアロスクーロ明暗のコントラストっていうのっていうのをなんかデザインコンセプトに取り入れてデザインされてるそうです、うん、そのコンセプトがわからないっていうのはこの、うん、よく見るとめちゃくちゃこうなだらかな、うん、すごいよね、ボディーラインが入ってるじゃないですか、うん、ボディーラインすごいと思う。これブルーとか濃い系の色だと分かりづらいですけど、うん、これ記事に書いてあったのは、うん、確かシルバーか白かなんかその辺の車で、うん、カラー的には薄い色のやつだったんですけど、うん、確かに光の当たり方で、うん、こうものすごいこうボディーラインが出るんですよ、うん、はいはいはい、それで視覚的な重量感のバランスが取れてるらしいです。じゃあここが本当にボテッと真っ平らだと、はいはい、重たい感じが出ちゃうのを、うん、なんかこういう絶妙な曲線を入れて、うん、コントラストのこう明暗がこう、はいはい、この辺濃く出たりとかこの辺濃く出たりと、うん、っていうので優雅なボディーラインにしてるそうです。そういうことね、はい、いやでもねそれ言われるとよくわかります。で改めて原車見るとすごい形してますよね。すごいこと、意外にパッと見だとねそんなにスッと流しちゃうけど、よくよく見るとやっぱりこうすごい考えられてる感じのしますよね。なんかプレスラインは本当に2本ここに薄く消えてって、うん、ここえぐれてますからね、うん、はい、そこねすごいよね。でもこうそう考えるとこのえぐれ方、そしてそこからこうお尻がこう絶妙に大きくなるじゃないですか、はい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 、でポルトフィーノってお尻めちゃくちゃでかいですよね。大きいね、冷静に見ると、はいはい、けどそれがなんか目立たないようになんかデザインされてるというか、だから結構このスタイルで後ろが大きすぎないというか、前が重たそうにも見えないし、なんかすごく優雅にデザインされてると。でもよく言うよね、やっぱ芸術品だよね。芸術です、芸術品ですよ本当に、はい、そして実際の重量バランス的にもかなりバランスが取れてて、前46、後ろ54ということで、まあ若干リアが重くなってるみたいですけど、そして後ろもしっかりカーボンセラミックということで、はい、そしてタイヤは285、35、20、そして上に戻って屋根の方、そして今見てもらってるこちらのルーフの開閉、こちらが時速40キロ以下14秒で完了するこちらのメタルトップになっております。ありがとうございます。ツートンめちゃくちゃいいっすね。いいでしょ、めちゃくちゃいいっす。いいのね、ここの色の切り替わりいいっすね、うん、はい、だこれ同色とだいぶイメージ違うっすよね。そうそうそう、だからちょっと語弊あるかもしれないけど、はい、同色よりもちょっと高級感がやっぱり出る、あすごいすると思います。あ確かに、うん、でまたカーセンサーとか、うん、まあ、うちのホームページの写真もそうっすけど、うん、だいたい前から73とか64ぐらいで写真撮るじゃないですか、うん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 、だからツートンになってるかなってない分かんないっすよね。分かんない、うん、後ろからのショットとか横からのこう角度だと分かりやすいですけど、ぜひそこも気にして選んでいただけるとこの個体の魅力がアップするかなと、はいはい、 そうですね、そして後ろに回ってきて後ろもイケてますね。イケてるね。でいろいろ資料見たんですけど、はい、この一灯一灯のテールランプ、うん、これ全部内蔵されてるんですよね、うん、ウインカーも、はい、テールランプも、はい、ブレーキランプも。でこれがなんか軽量化っていう風に言ってたんですけど、うん、若干無理があるだろうなってあの軽量化のために全部こう機能をギュッとさせて1個にしましたって言ってたんですけど、ちょっと無理があるかなっていう、まあ、コストダウンでしょうね。あコストダウン、まあ、デザイン優先の方じゃないですか多分。あデザインがそうか。で結果的に軽くなったっていうことの方が多分近いんじゃないかなって、後からついてきた感じでっていう気がします。 あとはこの外側、はい、一番離れた外側に、うん、あの配置してるのも、うん、もちろんデザインもあるんですけど、ここを幅広く取れるっていうのがすごいメリットがあるみたいですよ、はい、空力がこう、はい、テールランプでこう、うん、こうなっちゃってたりすると、うん、流れがね、そうそう、スポイラーの幅が短くなっちゃうのを、はい、広く取るために一番外に配置してるっていう風に書いてありました、はい、っていうのは後ろ相当考えられてて、ドラッグってこう車が進む時にここに負圧が発生して、うん、こう車が逆に引っ張られる、うんうん、それを改善するために後ろに関してはかなりいろんなことをやってるそうです。で特にカリフォルニアからその辺が進化してるそうです。いやでも本当にいいお尻してるよね、はい、でかいっすよね、うん、でもやっぱりさ、このやっぱりこんな曲線ありますか、他の。確かに他のメーカーじゃありえないですよ。ありえないですよ。でしかもそれがへこんでてここダクトついてますからね、うん、でこのなりだけどちゃんと後ろもしっかり作ってあるんですよね、うん、はい、ディフューザーもなんちゃってじゃないですもんね、うん、そうそうそう、
確かに F8 とか812とか、うん、ああいうスポーツモデルとまたちょっと違った感じですけど、うんうん、しっかりこの辺なんかも作り込んであると。続いてインテリア見てみたいと思います。これ中めっちゃおしゃれじゃないですか。これ珍しいんですよ。すごいですよね、はい、なんと中がこの茶色のレザーとアルカンターラのコンビになってると、はい、でこれ全部っすね。ダッシュボードもシートもそうでドアパネルも、はい、全部このコンビの、はい、だいたいフルレザーじゃないですか。フルレザーが多いですね、はい、ですよね、はい、でその辺もあってかベンチレーションもついてる。そうです。シートヒーターもついてる。ついてます。めちゃくちゃいいじゃないですか。快適装備満載ですね、はい、で屋根開きって言ったら、うん、やっぱり内装こだわりたいじゃないですか、うん、ブラウンだいぶいいっすね。茶色ボディカラーとこの内装のブラウン茶いいですね。開けて止めておきたい。 LED ステアリングなんかも入ってますし、はい、あとはポルトフィーのいいと思うのは、うん、あのナビがちゃんと使えるというか今時になっている、うんカリフォルニアだとちょっと感じません？いやでもねまだまあまあもうでも時代が進んじゃってるからかもしれないですけど、はい、まあ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 ですよ。でもまだ使える方ですよね。でもというわけでこのナビゲーションは 10.8 インチのこちらのディスプレイになってると、はい、それあとアルミのフットペダルだったりっていうのも一応オプションなんですよ。あこれなるほど、はい、この辺なんかもしっかりついてると。だいぶ中豪華っすね。豪華です。だからあとはセンターコンソールのところ あのアームレストのところもアルカンターラになってるし、確かにそこも全部アルカンなんですね、はい、で後ろはレザーなんです。レザー張りなんです。ああ一番後ろまで行くとレザーになる。レザーになってるんです。ただリアシートもちゃんと背もたれと座面はこのアルカンターラになってると、はい、これだいぶいいっすね。だいぶいい。でこれ一応倒れたりするのもオプションなのかな。一応オプション表には書いてありますね、はいはい、というわけでここが倒れる機能もちゃんとついてると、うん、そしてあとここが少し見づらいんですけど後席も5センチだけあのカリフォルニアより広くなってるそうです、はい、でもあのフェラーリのホームページには格段に広くなりましたって書いてありましたいいようです、はいまあ、多少は使いやすくなってるのかと、うん、ただ大人は結構きついですよね。大人はきついです、はい、お子さんですよね。お子さんですね、はい、ここもあるからです。あピラーもピラーもあそうかピラーの内側というかパネルと、はい、あと上側、はい、あとバイザーも、はいはい、ここってやっぱりオープンカーってちょっとねそこが寂しいです。ああ確かに見える部分ですから、ね、はい、見える部分なんで、はい、確かにピラーの内側ってめちゃくちゃ見えるんですよね。見えるんですよ内装で、はい、ロールスなんかもこう内装やってある車って、うんうん、ダッシュもそうですけどピラーめちゃくちゃ見えますよ、うん、見えたです、はい、というわけでその辺なんかもそして毎回僕がぐちぐち言うバイザーもしっかりアルカンターラになってるという、はい、こんな感じの最高なインテリアになっております、はい。続いて乗ってみたいと思います。結構サイドステップでかいし張り出てますね。これ乗りやすくはない。改めて乗るとそうですね少しまたぐ感じあります、うん、これスカーフブレードカーボンこれオプションですか。オプションです。ここもしっかりカーボンになってると、はい、そして乗り込むとシートだいぶゆったりですね、うん、タイトさ全然ないです。で一応18ウェイということで基本的な操作に関してはここでできる。であとはエンジンかけていただいてここの横のボタン押すとさらに細かくできるんですよ、はい、これ助手席もできるのいいですね。そうですね、はい、というわけでこんな感じになってだいぶ細かくできますね。できます。背中の上下横、はい、サイドサポート、うん、この辺なんかを調整できると、うん、そしてステアリングはこんな感じ、はい、もう安定のフェラーリのステアリングです、はい、最高です。そしてこの方からあの電動パワーステアになってるんですよね、はい、なのであの漏れる心配がない。ああそういうことね。そういうことね。油圧のステアリングじゃないから、はい、漏れる心配がないっていうのはまあまあそれは冗談ですけどあの、はい、動きがちょっとやっぱり違うみたいです、はい、あの油圧のサポートじゃなくて電動のサポートになってくるんで少し違うらしいです。あともう一個いいのはその制御が入れられる、うん、まあもちろん油圧でもその車側の制御でいろいろコントロールっていうのできると思うんですけど、まあ、よりそれが緻密にレスポンスよく制御が入れられるということでその辺のステアリングフィールがかなり変わってるみたいです、はい。で今回オプションでメーターはこのホワイトのレブカウンター、はい、なんと1万回転まで振ってある、まあ、言ってもこれ300キロオーバーの出る車ですから、ね、はい、そして両側にディスプレイがついてて、はい、今回の車はパッセンジャーディスプレイもついてると、はい、ね、でも大した表示はできないですよね。いやでもこれね、はい、そうねできないけどあるなんだろうねこれあるかないかで結構人気っすよね。人気なのよこれ、はい、うん、それわかります、はい、なぜか。そしてシートヒーターベンチレーションもついててこの辺のセンターブリッジなんかはもうおなじみなんで飛ばしちゃいます。で屋根の開け閉め、うん、ドリンクホルダーも1個だけはついてるんですよね、うん、でこの辺なんかもアルカンターラになっててこの中は結構深いっすね。 USB のタイプ A とシガーソケットが1つずつついてると。
続いてトランク見てみたいと思います。トランクが足で開けるやつはついてなくって、はい、こうですよね。そうですね、開けるのは手動ですよね。手動です、はい、はい、そして屋根の開け閉めの関係で、はい、これが降りてないとダメなんですよね、うん、屋根開いてる状態だと中型のトローリーが2個まではいけるっていうふうに書いてありました、はい、持ち上げれば公式では3個までいけるそうです。 DVD チェンジャー、あ、これもオプションオプションです。DVD チェンジャーなんですね。じゃあまあ CD 入れてもいいし、うん、まあ、映像関係も見れるってことですか。トランク脇のボタンを押していただければこのトランクスルーが使える、はい、え、それ開けるとゴルフバッグいけるんでしたっけ。さあどうでしょうか。よいしょ、デデデン、いけた、いけるじゃないですか。いけますよ。でも屋根はいけないですよね。何、屋根はきついかもしれないですね。屋根はそうですね、もしかしたら動かなくなっちゃうかもしれない。ただ屋根閉めてる状態だったら、うん、確実にいけますね。じゃあそうね、長物もいけますね。長物もいけるね。こっちまで入れ込んじゃえばいける。余計ダメですね。ダメだ、もしかしたらそのゴルフバッグもコンパクトなもうちょっとちっちゃいものだったら、これ結構厚みがあるんで1個までだったらギリギリいけそうということで、こんな感じのトランクになっております。じゃあ続いてオプション紹介、オプションはこちらです。はい、毎回この手抜きのでもフェラーリとかってあのオプション装備とか全く分かんないじゃないですか。そういうカタログとか全然ないんで、僕たちはこのやっぱりこのオプション表でかなり、ね、今も説明させていただいた内容とかは助けられてるもの、ありがたいですよね。ありがたい、本当にありがたい。他のメーカーでもやってほしいですよね。そう、やってもらいたいというわけで、はい、結構満タン、はい、まあ、結構多いのだとこうはみ出てるのとかもありますけど、逆に少ないのだともう2列目行ったらすぐ終わっちゃってるのもありますからね。そうですよね、割とこれついてる方なのか、うん、まあ、内装がこれだけやってあるし、そうですね、まあ、他見えない装備なんかもいろいろついてますからね、はいはい、こんな感じのオプションになっております。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンめちゃ低いっすね、相変わらず低いね、はい、こんな低いっすか言われてみると本当低いよね。そうですよね、ボンネットさらに低いっていう、はい、そしてエンジンの方が 3855cc V8 ツインターボ、これ GT4 ルッソ T とあの同じ系統というか同じエンジン、はい、まあ、ちょっと乱暴な言い方すると同じエンジン、うんうん、でこれがあの F154BE っていうエンジンなんですけど、ローマとかとも同系、これとちょっと親戚みたいな関係のが488とか F8 のエンジンになってくるみたいです、はい、で馬力の方が600馬力、トルクの方が720ニュートン、はい、そしてカリティからピストン、コンロット、その辺なんかも変更されてて圧縮比もアップされてるそうです。もう一つ GT4 ルッソ T から違うのがなんかマニが変わってるらしいですよ。あ、そうなんだ。エキゾーストマニホールドがそれもともと3ピースだったらしいんですけど、それがモノブロックの1ピースのマニホールドになってよりこう排気効率が上がってるみたいです。で0-100 3.5秒、マックス320キロということで、屋根焼きなのに320キロも出る、とんでもか。そうですね、でこう見た目からするとね、ちょっとね軽いおとなしそうな車ですけども、とんでもない車ですよね、はい、でこれの後期にあたる M もあの基本的にはこれのエンジンのブラッシュアップなんですよね、うん、でミッションが一足追加されてるとか、はい、まあ、その辺なんで、まあ、基本的にはベースはほぼ一緒、うん、で組み合わせるミッションの方が7速 DCT なんですけれども、その他いろんな電子制御だったり電子デバイスが組み合わせて EDIF3 電子制御のデフですね、だったりとか F1 トラックって言ってそのトラクションコントロール、もうレース直系の技術がそのまま入ってる、はい、その辺なんかも入ってたりとか、まあ、先ほど触れた磁性流体のダンパーとか今回から追加された電動パーステとか、はい、そういったものがトータルで制御されてるそうです、うん、気になる乗り味の方はこの後、はい、新都心320キロで爆走したいと思います続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。はい、はい、ボディがめちゃくちゃ一新されてるらしいですよ、カリフォルニアから。はい、なんか 40% ぐらい構成パーツ、うん、はい、変わってるらしいです、うん、で車重も80キロぐらい軽くなって、はい、でこの A ピラーに至っては、うん、あのカリフォルニアの時って21点ぐらいのパーツで組み立てられてるらしいんですよ、うん、はい、それがなんかワンピースになってるらしいです。すごい。だからその辺で軽量化と剛性アップ、うん、はい、だ他にもいろんなフロアとかいろんなことやってるらしいです、うん、だ全体的な剛性ではなんと 30% もアップしてるらしいです、うんうん、もうある意味さ完成形だよね多分ね。そうですね、うん、もうだから今コンピューターでいろいろシミュレーションできたりとか、うん、まあ複雑なその金属加工ができるのが多分でかいんだと思うんですけど、うん、はい、そんなのがあるみたいです。はい、行きましょう。あ、そしてあのポルトフィーノを検索すると、はい、ワードとして出てくるヘレン、うん、HELE、うんうんうん、ハイエモーションローエミッションでしたっけ。そうそうそう、あれめちゃくちゃなんかカッコつけて言ってるんですけど、うん、あの早い話がアイドリングストップなんですよ。そうそう、はい、アイドリングストッププラスアルファ。でも僕も初めさっきあの、はい、トランクにあるじゃないオプション表、はいはい、あそこに書いてあるわけ、はい、でこれは何の意味なんだろうってさ当初思ったのまあ早い早いそうなんでね、はい、アイドリングストップのことです、はい、まあ、一応他にもいろいろ制御してるらしいですけどね、うんうん、で日本仕様は標準装備らしいですよ。そう、ああそう、どっか どれからついたんだよね、どこのモデルからこう全部。ああ、みたいです、みたいです、みたいです、はい、だ海外だとオプションらしいですけど、うん、日本仕様だといろいろ考えられてて標準装備になったよ。そうです。ちょっとさ、せっかくなんでさ、はい、あのベンチレーションの機器をさ、はい、あの感じましょうよ。あれ、そうですね、はい、ベンチレーション、あ、一応3段階で、うん、背中とお尻、はい、あ、結構音でかいっすね。じゃあ僕もベンチレーション全開で、ちょっと私小さくしようかな音。まあ赤いの大丈夫。え、っていうか本当に出てます、吸ってます、全く感じないですけど。涼しいよ、私涼しいですよ。あ、お尻すごい、涼しいのよ。お尻すごいって言うとなんかワードがちょっとやらしいですけど、お尻すごい、うん、あ、背中よりこれお尻がすごい、うん、結構すごいのよね、はい、これ絵がなかったら何言ってんだこいつって。お尻のこのちょっと二人でさこれ話したら、お尻がすごいぞこれ。この二人ちょっとそういう関係だったのって言われちゃうよ、ちょっと。お尻の腰のところこれめっちゃ吸ってんのかな。すっごいスースーする。いやいや、これもあの普通に絵がなかったら本当にやばい会話してる二人ですよ本当に。すごいスースーする。いや久しぶりじゃないですかこんな。レンジ並みじゃないですか。この腰のところだけ。そうそうね、はい。背中は言うほど吸ってないですよ。いやいや、背中も結構吸ってますよ。吸ってますよ、うん、じゃあ行きましょう、はいはい、とりあえず屋根閉めてる状態で、はいはい、ていうかめっちゃいい音してますね音ね、はあ、なんだろう、年々こう耳がアップデートされてってるのか、うん、昔見返すと、うん、いや全然音ちょっとやっぱり残念っすねとかって言ってるのに、うん、最近改めて乗って、うん、いやいい音しますねとか、うん、平気言っちゃってんすよね。でも最近車みんな静かじゃないですか。そうね、よくない。いや、まあもちろんうるさすぎるのはダメだと思いますよ。結構ここで遊べるのよね。参ります、この最初の段差の剛性チェックを、うん、あ、ちょっとミシって言いますね、うん、でも確かにカリフォルニアよりは合成感あるかもしれない。全然音はねしないんですよ、うん、カリフォルニアなんかそんなめちゃくちゃ硬い感じはしないですよね。なんかうまくしなる感じというか、うんうんうん、はい、え、いいな、だいぶいいな。これさ、いつも思うんですけどね、いらないですよね。だってこちらがここにあるのよ、はい、あるんだから。あ、そっか、こっちいらないでしょみたいな。これ特注でちょっと、でもこれ穴開いちゃってるから、そうそうそう、これ剥がしてもらえっすよね。あ、出足いい、あれこんなでしたっけ。ポルトフィーノって撮ったのかな、あんのかな他の。ですね、1年前に東京店、うん、あと 4,5 年前にもう一回東京店で撮ってます、うん、あ、そうなんだ、はい、じゃかなりツッチーもレベルアップした。いやー、もうでも忘れちゃいますよね、いろいろ。シートちょっとあれだね、あのフォールド感がやっぱりないね。そうですね、うん、まあ、調整でどこまでいけるのかって感じですけど、うん、クッション自体は固め、うん、ただこの受けは結構大きく作ってあるんで、うんうん、
そうだからちょっと日本人にしてみたらちょっとこう、そうっすね、小さい感じだね自分が、ね、でもこれ絞れば結構いけんじゃないですか、うん、ちょっとそれ多分、あここね、うん、こういうとこね、あ結構いけるっすよ小島さんこれ本当に、はい、ちょっと背中とかも、ああ結構お尻なんかギュッてしたっす、うん、これ出してるからなちょっと、そして乗った感じは足は、うん、確かにホームページに書いてある通り硬いかもしれない、うん、だって今コンフォートっすもんね、うん、ただ全体的にこういなすのは上手になってる気がする、うん、前みたいにこうダンダンって感じじゃなくって硬いけどしっかり路面とは追従性は高いような感じがします。え出足がやっぱりめちゃくちゃいいな、うん、なんでだろう、内装この色にちっちこう、はい、カメラ越しに私見させてもらってますけど、はい、もう超映えてるよ、めちゃくちゃ映えますよね、うん、いいよいい、ただあのダッシュボードはやっぱり色明るすぎて少し反射してますね、うん、あそう、はい、ちょっとこの辺に茶色が薄く見えちゃう、あ、はい、光ってるな、ちょっとこういう感じで、はい、カメラ越しでも少しいいですか、大丈夫ですか、あそういうことです、はいどうぞ、早い気持ちいい気持ちよすぎる、ちょっとあの前浮くね、はい、感じするね、いやいやもう相当速いですよ、さすが600馬力しかもこれ踏むとバルブが開くみたいでめちゃくちゃいい音しますね、うん、ほらするする、気持ちいい、フェラーリ気持ちいいんだよな、うん、開けますか、あいい車ですね、今日何2周しようとしてます、えいいんですか、ルーフポジション、あーこれ残念小島さん、ちょっと準備不足で屋根が開かないです、そう2周する気だないやだってこれトランクのポジションがダメだって出てくるぞ、はい、これちょっと止まらざるを得ない、そこで、はい、わかりました、止まりましょう、はい、うわすげえ気持ちいい、なんすかね、やっぱりさ、でもあのフェラーリに限らずかもしれないけど、はい、イタリア車にこれも偏見かもしれないけど、はい、イタリア車に比べてってイタリア車なのに作りがしっかりしてません、はい、ああそうっすね、ポルトフィーノこの辺の世代からすごく良くなってますよね、うん、だってボタンもベタベタしないやつだし、これそう、はい、だってこの間乗せてもらったピスタはベースあれ488だから、うん、世代っていうか年代はもう、うん、もう2年3年ぐらい前なんですよね、うんうん、488だから、うん、だからまだベタベタでしょ、うん、いやまあそういうところも細かいところもそうだし、その音だったりとか、そうですね、遮音性だったりとか、はい、その際の作りのなんか隙間だったりとか、そうですね、質感上がってますよね、質感すごい上がってると思う、いや小島さんこれダメだ、何が暑い暑い、何が暑い、今日は暑い、いやまあでもエアコン使えばギリって感じですね、うん、でもやっぱりそのオープンカーね、はい、私もちょっと乗らせていただいたことありますし、オープンカー乗ってる方お客様聞きますけど、夏のね昼間はねオープンしちゃダメなんですよまあ今日ねまだね、はい、あの日が経ってないからいいけど、はい、冬はいけますよね、冬はいけるけど夏はね夜が最高、夜これダメだ、うん、昼間屋根開けちゃダメだ、これいやでもまだ大丈夫よ、この直射日光じゃないから、まあまあまあ、でもこの暖かい空気とエアコンの冷たい空気のこの混ざってる感がすごいんですけど、いやいやそれがいいんですよ、それがオープン感ですよ、これあれですよね、ウィンドウディフレクターつけるとだいぶいいみたいですよね、うん、だいぶいい、つけないとちょっとやっぱり巻き込みますよね、はい、今回のついてないってことなんですけど、うん、いやめちゃくちゃ気持ちいい、でもどうですか、ピラー的には運転のやつだとちょっとやっぱりここ高さ的にはちょっと低いですか、そうですね、結構こうピラーが迫ってきてる感じあるっす、うんうん、あとこのバイザーで気づくっすけど、うんうん、結構ここの R きついっすね、あーそうだ、はあ、もうバイザーこうなってるのが分かるっす、こっちが下がってるのが、はあ、だ結構この辺は視界に入るっす、うん、まあ、今日はドライビングポジションちょっと高い人はちょっとそういうの気になる感じでね、はい、そうですね、うん、でもシート下げればそうでもないのかな、低い人はそうでもないんじゃないかな、そうそう、あそうですね、シート下げればまあまあそんな気にならない気がするんですけど、うん、めちゃくちゃいい、あといいなと思うのは、はい、ポルトフィーノってなんかまあ、ポルトフィーノに限らずですけど、うん、カリフォルニアとかポルトフィーノとかこの辺のシリーズって、うんうん、カーボン戦争がない、うん、
というと外装の、そう、あ、まあね、まあね、そうね、カーボン製造に巻き込まれない、はい、内装でもある、そうですね、お、音いい音するな、やっぱりカーボンヒエラルギーみたいなのないもん、うん、わ、いっぱいついてますねみたいな、うん、わ、すげえいい音する、でもやっぱりちょっと風は入りますね、そうですね、気持ちいい、ブレーキめっちゃ効くし、ステアリングはどうなんだろう、カリフォルニアとそんなに直後に比べたわけじゃないですけど、うん、全然違和感はないです、どうですか、どうですか、 M M、 あ、 M 正直乗ったことはないんですよ、うん、この価格差で今で中古車市場でいくと多分600、700、800ぐらい差ついちゃってるじゃないですか、まあ、確かにそのスタイリング、まあ、ダクトがこう大きくなってたりとか、スタイリングがちょっとアップしてたりとか、エンジンがパワーアップしてたりとか、まあ、あとは言っても M が最終じゃないです か、 だからその魅力はあるんですけど、結構今価格の開き大きいのかなと思います、普通のポルトフィーノ前期だったら価格のアドバンテージめちゃくちゃあるじゃないです か、 だから僕どっち買うのって言われたら多分前期のこのポルトフィーノを買っちゃうと思います、お金無限マンだったらもちろんその M 後期買いますけど、うん、うん、はい、結構今実際そのこの今の価格帯のアドバンテージはでかいんじゃないかなって思います、入り乱れてる感じないじゃないですか、そうね、そうね、もう確、もうきっちりこう、うん、ポルトフィーノの一番高いやつと、うん、M の一番安いやつがちょうど同じぐらいって感じじゃないですか、うんうんうん、でもさ、あのもう僕たちこの動画見てる方で、はい、もしかしたらポルトフィーノから M に乗り換えた方っていらっしゃると思うんですよ、あ、結構多いと思いますよね、うん、ちょっとご意見とかいただけると嬉しいですね、あ、そうですね、うん、こんな感じでっていう、なんか乗ったことないですね、そうですね、 M ね、本気で、うん、だ、いろいろその違いとか調べたりとか、うん、価格とか見たりする限りだと、うん、どうなのかなっていうのが正直なところです、うん、そうですね、まあ、実際乗ってみて、はい、いやいやツッチ分かってないよっていうご意見とかね、あればぜひ聞きたい、聞きたいですね、はい、ちょっと今後の参考に M の魅力を、はい、いや絶対良くなってるのは間違いないと思う、間違いないです、はい、後期だし、はい、ブラッシュアップされてるし、はい、いやめちゃくちゃいいな、ここまで買いじゃないですか、え、買いじゃないですか、いやでも本当にさっきも言いましたけど、あの本当に僕あのお金に余裕があればこれ買いです、いいっすね、うん、お金に余裕があれば、そしてこの思いのほか下がってないのびっくりしたっす、そう、価格帯動いてないのでも球数が少なくなってきてるからじゃないかな、多分、ああもうこれからだって減っていく一方ですもんね、減っていく一方ですし、だからバン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 車が出てきちゃったりすると、はい、やっぱり相場が落ちてきちゃうけど、はいはい、結局出てきてないから値段がキープされてるし、やっぱりオープンカーって幅は狭いですけど、一定のファンの方も必ずいるので、確かに、確かに、もう今開けちゃいましたけど閉めたら本当にクーペですもんね、そう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 、だからメーカーもクーペカブリオレって言ってるもんね、うんうん、だから両方1台で2度楽しめる、うん、やっぱりソフトトップだと、まあ、維持とかその気にするとことかは結構大きいですけど、うんうん、このタイプだったらもう全然クーペと変わらず使えるじゃないですか、うんうん、だ本当にあとは人が乗るとか、うん、あの荷物が積めるとか積めないとかそこだけかなっていう、うん、いや贅沢ですよ、贅沢で非日常もう最高ですよ、オープンカー欲しいな、あとは全体的な使われ方として距離飛んでるのが割とあるっていうのは、うん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 、自分が乗る時も安心できるかなっていう、うん、そうそうそう、それはありますね、絶対ありますよね、うん、ありますあります、だから他が全然乗ってない車ばっかりなのに、はい、俺こんな乗っちゃって大丈夫かなみたいな、まあその僕たちの値段を指す方からも、はい、まあ先が見ある程度ちょっと見られるんで、ね、ご案内もできたりできますからね、いわば先駆者がいますからね、そうそうそう、はい、実際ね未知の領域に行くわけじゃないから、その距離乗ったことある人いないんですよなんて、でもちょっとこの前びっくりしたのが、はい、G63、はい、10万キロ超えてるのあったんですよ、でも1000万以上ついてるんですよ値段、マジっすか、すげえなと思って、まあまあそういう、まあまあ今の話ちょっと違いますけどね、はい、でもそういうことが分かるっていうのはありますからね、でも今回は本当に距離薄ですから、まだまだこれ楽しんでいただいて、はい、いける答えなのかな、はい、はい、ありがとうございます、はい、言っても
今ほどハイブリッドが揃う前って、うん、なんか妙な安心感あったと思うんですよ、うんうん、まあ、次型でもっといいの出てくるんじゃないの、うんうんうん、みたいな、うんうん、でもなんかもうなんとなくな終わりが最近見えてきちゃったじゃないですか、うんうんうん、はあ、それ結構あると思いますよ。あ、そうね、相場的にも、うん、確かにね、はあ、人気的にも、うんうん、だもうだからポルシェなんか露骨にそれ出てるし、うんうん、だからそれってだからメーカーって戻さないのかな。まあ、一応その排ガス基準とかにのっとって長期的なやつでやってるんでバックすることはないんじゃないですか。ないかな。じゃちょっとその辺はあの次回雑談会で、うん、お届けしたいと思います。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。いや、めっちゃいい。いいな。じゃあ最後になりますけど、はい、めちゃくちゃいいですね、やっぱり。そうですね、まあ、これから答えはもう明らかに少なくなってきますからね。ですよね、はい、まあ、状態いいのから多分なくなってくると思うんで、うん、特に今回距離薄だし、あの内装もかなりいい感じだと思いますの です、ね、はい、気になる方はぜひお早めにお問い合わせください、はい、そして最後にお知らせが、はい、オンライン商談の方おかげさまでかなり好評ということで。そうですね、はい、で前にちょっとね敷居を上げてしまった発言を僕はしてしまいましたけど。何でしたっけそれ。え、あのほぼ皆さん購入いただいてますというあのこの間結果論ですよね。そう、この間はあの、はい、すいません、あの、はい、まあ、全然ちょっと先なんですけどいいですかっていうお話を逆にお客様に気を使っていただいたっていうちょっとめちゃめちゃ影響出てるじゃないですか。すいません、ありがとうございます、はいはい、でも気になる車両があれば、はい、お気軽にお問い合わせいただいて、はい、そうですね、まあ、オンライン商談ご活用いただくといいのかなと思います、はい、というわけで今回はフェラーリポルトフィーノをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。